切れないか、切いやーこれね、オラフ君のキルのタイミングが噛み合った、勝てた感じだったから。ほら、え？今日ちょっとインポスター多めですね。このくじ、結構当たり入ってますね。あ、負けた。おぉ。ナイス。ナイス。ネロちゃんってさ。はい。やっぱりクルーの時疑われるね。なんか心が痛いです今日。さっきの試合クルーだっけ？さっきの試合クルーですね。しかも疑われてる試合は基本クルーですね。カモス。ギュイ。ででん。オラフ君、どこ行ったんだい？ふざけんな。ああ、ネロちゃんね、武器庫から上上がってってるはずですよ。多分。今、展望デッキの前に慎太郎メイヤーがいて、はい、で、最後、配線のところに誰かいませんでした？展望デッキ。配線のところにゲンがいます。ああ、ゲンさんか。展望デッキに慎太郎メイヤーさんもおられたんだ。あ、いたと思いますよ。エイデン勝ち合いました。がっつり勝ち合ったね。真ん中が最後は誰か上げてくれた気がします。先出ときます。ゲン、シェリフです。で、武器庫でキルボタンが光ったので、多分それがネロちゃんさんなのかな。いや、武器庫でキルボタン光ったんだったら、七子さんじゃないかな。多分、太郎ちゃんも、武器庫で見た記憶あるけど、俺、あそこの、補充を拾って、それを入れに行った時があるんで、補充を拾って、それを入れに行って、で、最後出たところぐらいで終わってるんで、多分、源さんがその辺で武器庫で誰かに会ったんだったら、七子さんが一番可能性高いかなって思ってます。ちなみに、停電が始まったぐらいのタイミングでは、26秒か7秒ぐらい。あ、22、3秒ぐらい。残り7秒とかだったんで。最後、武器庫からコミュニケーション上がったって言ってた？いや、僕が見たのは停電になる前に、ネロちゃんがキッチンから武器庫の方に行くのを見てる。ああ。じゃあ、その後が分かんないのか。そうです、僕目線。では、武器庫から来た人たちって、慎太郎とかゲンさんとかって見てないんですか？僕がエンジンから通信室に行くときに、高田さんが多分エンジン方向に行って、そこからコックピットタスク、停電が起こって、で、武器これ誰かとすれ違ったから、多分それがネロちゃん。その後キッチン展望で終わり。武器これ誰か見たのは停電中だったので、多分時系列的にそれがネロちゃんになるはず。まあ、一応、竹雄魚は弾けます。昇降機右で俺が停電直していて、竹雄2機がヌーンを乗っている状態なので。あ、そうだ。はい。アルマってどこ行ったの？配線の後。エンジン配線の後はメインエレキでエレキのガチャガチャやってて終わりです。まあ一応、七子さんにメイン方面に行くのは見られてるとは思います。けどまあ一応最後浮いてるんで、まあメインベントも使えるしって感じですかね。下見た見た、多分見た。剣士はどこにいたの？配線どこにいたの？エレキ、最後はエレキ入ったとこ。ここまで行けたんですか？あ、エレキなんだ。あと一応、慎太郎目線で迷惑しましょうです。もうそこにいた。ハイレーバーの前に。手で直してますもんね。逆は多分無理だと思うけど。まあでも、ゲンさんがその後ろにいるんだったら、慎太郎も無理なんじゃない？どういうこと？え？は？え？で、で、で、え？どういうこと？高田さん？
はい。はい。はい。ナイス。結論、容疑位置としては、七子さんと、あと、アルマさんもか。うん。まあ一応浮いてます、ね。あと、高田さんかな？高田さんとかか。ぐらいかな、うん、あ、ワフ君は、あ、そうか、ワフ君は。一応、貨物で、竹尾さんとお会いして、金庫タスクして、うん、ってなったんで、配膳板見たときに、触ってはなかったんですけど、めっちゃ勝ち合ってて、真ん中最後誰かあげた人がいてっていうのを見てて。ああ、そっか。はい、多分ね、3箇所で操作してたんじゃない？魚、オラフ、メイヤ。誰だ？メイヤで操作してた、うん。で、オニキがラウンジの方からトイレのバンバン開けてくるのを、あの、音は聞いてるから、うん、あの、オラフ君と竹尾さんが貨物に置いてるのは間違いないと思う。ネロちゃんのことを確実にネロちゃんっていう死人をしてるのって俺以外にいないですか？いないと思う。僕も、さらかではない。停電中だったから。名前の文字しか見えなかったから。いや、これ、違ったら申し訳ねえな。多分、ネロちゃんだと思うんですよね。なんか、アルマくんの、メインに行ったっていうのを、七子が見てるんでしょ、はい、いや、まあ、エンジンの左から右に行くときにスイッチがあったって感じですかね。うん。あ、じゃあ、戻ってきてる可能性があるのか。配線の順番が多分、中野くんが、出てって、多分、俺と剣士が配線のところにたどり着いて、うんうん。うん、で、その後俺が武器庫の方入っていって、剣士はその後わかんないっていう状況だったんだよね、俺視点で言うと。ああ。だけど剣士はエレクトリカルに行けてるんでしょ？あれ、うん、そしたら、中野くんか、あ、どうした？いや、田原さんが演じた。あ、聞こえない？ああ、よし、行ってるよ。そうだよね。なんか、剣士がじゃあ後追いしてるんやったら、アルマくんが戻ってきてキルは、剣士の証言と七子くんの証言で否定できそうな感じ？あ、そうそうそう。だから中野くんが左に戻ってきたら、剣士が見るんじゃないかなっていう気はする。ごめん、ハイブリさんの最終位置だけ教えてもらっていい？ミーティングボタン。ありがとう。毎回忘れるな。いやね、これ、厳密なこと言い出すとキリがないんですけど、うん、武器庫とかも全然お肉位置としてはあり得るんだよな。その私がキルボタン光った人が、うん、七子さんなのか、ネロちゃんさんなのかわからんから、ネロちゃんさんだった場合は絶対武器庫も射程に入ってくるから、うん、その辺の人に白が出せなくなっちゃうんで。ハイブリさん、一応さ、ボタン押す前に、ヌーンのプロプロプロ音聞こえてる？聞こえてない。俺、ミーティングの奥のタスクやってから、ボタン待機で連打してるから、聞こえてない。でも、このターン、ヌーン右になかったから、ないよ。乗ってるのは本当だと思う。じゃあ大丈夫だ。ほい、はい、はい、どうやってキルしたのこれ、うん、魚さんが弁当入って飲みました。え？はい、シャワーの L 字の奥で死んでました。シャワーの L 字、あ、一応ね、バイタル情報持っとって、停電が明けて、すぐに慎太郎くんキルされてます。あ、じゃあアルマくんが白です。アルマくんが貨物で直してるところハイブリ見てます。そうですね。ナナコちなみに弁当それどこで見た？宿舎の左。あ、じゃあ違うね、これ切る感じ。別人？宿舎の左、宿舎の左、証拠左じゃん。証拠左か、うん、え、これどうやって切るしたのマジで。ふん、ね、ちょっと、これ、これ切る起きてから何秒ぐらい？じゃあこれって停電を開けてって停電上げてデッドが出て、さかなさん反論ないの？え、これマジキルの方法が分からない。これ何秒ぐらい経ってんのこれ？停電治ってからだったらまあまあ時間は経ってる、うん、まあまあ時間は経ってますね、うん、僕ラウンジまで行けてるんで、僕もエンジン給油と金庫終わるくらいの時間があるから停電治した10秒以上は余裕で経ってますよね。その瞬間だったら、その、停電の後に俺下へ行った時にゴミ箱タスクやってる時に診察から上がってくるゲンさんを見ている。はい、
から源さんも難しそうかな。無理そうですね。まあ、地上シェフなんで。あ、そうです。あ、そうか、ごめん、ごめん、ごめん。うん、すいません。アルブリ、源までは。オラフ君も、まあ、そのオラフ君の証言から言ってるから。まあ、そうですね。うん。まあ、そうですね。まあ、とりあえずオラフ君の情報が死んだとしたら、アルブリは絶対無理です。貨物で2人で直してる。うん、今日はまあ魚さん釣りになると思うんですけど、まあ、反論がないなら、7個からって釣ってほしいけどね。あのさ、シャワーの L 字なんだけど、はい、俺がシャワーアーカイブ側から入ってダウンロードしてるときにさ、アーカイブ俺の横通過した人って誰ます？あ、ハイブリダウンロードしてる剣士見てます。あ、はいはい。で俺その後シャワールームに下って、でシャワールームの覚えゲーやって、で L 字入ったら死体だったのね。だからそのシャワーでさ奥行くまでに誰ともすれ違ってなくて、 L 字のとこ入った死体だったから、ちょっといいシェルフなんだけど、あのね俺ねその弁当いやー七子がマットの可能性あるんだよな。何を言ってんの？そしたらゲンさん何なのよ。ゲンさんいやマジでシェルフなのよ。いやー、すまん、もうさっき。また自投票してる。自投票考えすぎた。いや、してない、してない。でも、自投票だった場合、カラさんマットだから、マットさんの判断するんだけど。そうだよね。うん。確かに。やっべー、切れないか、切り。まあ、原産は七子さんが切ってました。はい、七子は絶対人。あ、はい、魚さん。魚さんマットだから弁当入ったっていうのも破綻してる。え、待って、ハイブリさんってでも昇降機左にいなかったっけ？ヌーン乗ってたの誰ですか？昇降機右から。ゲンさん。あ、ゲンさんはミーティング上で死んでて、で僕がミーティング登った時に七子さんがゲンさん殺してたんですけど、その前にいやどっちだこれ、竹高のどっちかが多分ハイブリさんキルしてると思うんですけど、逃げ直したのが僕ね。ちなみに、あ、まあ、メイヤさんは絶対無理だと思います。ハイブリさんは、昇降機左に行って。あれ待って、どうやって昇降機左に来たの？キッチン脇で普通にもう歩いてって、って感じなんですけど。で、僕の後ろを鬼木がついてきてて、で、昇降機左にたどり着いた時に、高ぶりゲンがいて、で、ゲンさん登ってって、僕が上ついてって、レポートって感じ。昇降機左にハイブリさんいたっていう主張？いました。いたよね、多分。だったらアルマとの対抗でいいけど。え？だって俺が昇降機まず左直して上上がったら七子が、まあ、てか俺初手の段階から主観情報だけど七子ほぼインポスターかくってて、うん、で下降りてっていう形だったから。昇降機左にすれ違いますか？え、左のハイブリさんいたか？てか分かんねえよ俺。いたの？いた可能性ガチであるかもしれないけど。いや、いました。ハイブリさん絶対昇降機左にいました。左ってもう宿舎じゃなく昇降機左？あ、わかんないです。まあでもそれくらいですれ違ったらすれ違いました。でもまあ昇降機左くらいだったと思うけど。ボタンある人います？僕はあったかな。使っちゃってる気がするんだけど。アルマの情報が正だった場合アルマなんだよな。いや、僕の情報が正で、宝さんがもし来るなんだったら、実施点は鬼木です。てか、鬼木か宝さんしかない、ハイブリさん。なんか、竹雄はどこにいるの？だから僕の後ろをついてきてるんですよ。いや、エンジン右行ってます。メインホールの方行ってます。らしいです。キープしましょう。うん、裏上がって何秒ぐらいだっけ、これ。いや、結構立ってると思うけどな。立ってるか。
これどうしよっかな。038080。ナイス。ナイスナイス。タスクでもいけます。俺は絶対無理。ああ、じゃあ釣り切りか。まあ、最終的に麺屋さんに任せますけど。わからんよ、俺全然。いや、その、キッチン脇があるだけで、で、鬼木が武器庫をダウンロードしているのを置いてって、で、僕が、武器庫エンジンで入った時に、ドアの光で後ろついてきてる鬼木が見えていて、で、僕がエンジン宿舎昇降機って言った時に、ハイブリ高加減を見て、で、ゲンさんが、登っていったのを僕もついていって、ナナコさんが救出してるのを発見してレポートです。あのさ、ナナコ魚が対抗した時に、ナナコがインポスターで魚がマットミートだったじゃん。はい。あれってなんで起きたと思う？7個さんがキルしてたと思う？みんなして。キルしてたかわかんないですけど、まあ多分7個さんが弁当見られてとっさに出して、出してだと思ってて、で、魚がマットメイトだった場合って、俺7個がキル関与できてないと思うのね。俺のあれだけど。その前って竹をどこにいたの？そのターンって。どこいた師匠だったっけ？あ、キッチンあたりですね。それって誰かに見られてるんだっけ？アルマってそのターンで白取れてた？ハイブリさんと白取り合ってます。ああ、じゃあまあ。停電のやつで。ああ、はいはいはい。で、オラフ君が死んでるから、で、オラフ君が人外でもないから、オラフ君のバイタル情報でアルブリが白取り合ってたから。はい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 。あ、そうか。そうなるのか。だと思う。7個と魚が対抗してる時点でおかしいから、7個が左側で、弁当入った魚に言って、魚がたまたまマットメイト、魚から先ずれ、7個インポスターでキルしてなくて、残りの俺が死体発見した方がインポスターのキルだからここを立てようかな。強っ。ということは僕視点は宝さんのセルフになります、ね、そうそうそう。そうだな、結局そうなるのか。いや、素晴らしい。と思うけど。酔っちゃうな、これは。合ってるかどうかわかんないよ。そのアルマの可能性も普通に別にわかんないから。奈良子さんがキルしていない人間だった場合は弾いてほしいですね。あ、そうね、そうね。ショコキラリって言ってたから、キルに関与できないって弾くんだったらアルブリは、あのターンキル絶対できないので、うん、17レベルなんで分かりません。ナナコはね、初手のあれでインポ格だなと思ってたけど主観情報だから出さなかったけど後で言おうと。エンジンでね、俺がメインだっていうのは勝手に揉めてればよかったのにお前ら。いや、これは強いわ。いや、ナイスだったな。全然分からないけど俺してマジで強すぎ。やばい。やばい。素晴らしい。重すぎにしこ。もうごめんなさい。もう俺の笑ってますな。強い。ビビるからは。俺はナイスだね。申し訳ね。最終日にとんでもなくなんか。いやこれね、でもね、7個攻められないのがね、俺がね結構マットっぽく見えないと思うんだよね。俺がね、鬼木との配電盤を逆にしてるから。そうなんだよね、俺が勝ち合ってるって情報が竹鬼木、あの竹鬼木が勝ち合ってるから。そう、うん、なんか坂田さんが乗っ取りしてくれたんだよ、ね、俺が見せマットを否定されちゃうから、7個視点それを知らないからさ。なるほど、そうだよな。でもまあ、ケンシの言った通りだよ。ひょこって魚さんの前に出たんだけど、魚さんが綺麗にパッとこう乗ったからさ、パタパタに。ああ。でもね、俺主観だとね、七子があの配線で被った時にさ、俺がどっち行ったかわかんないって言った時点で、そのバクリオになっちゃうけどインポスターだなと思っちゃったから。ああ、なんかあったっけ？あの配線やってる時ってどっち行ったか見えるから、エンジンのあの透ける文字があそこ、あの。ああ。そう。ああ。だから見えてるのに見えてないふりしてるから。荷物の下か。そう、クルーだと見えちゃうんだよ、はい、むしろ。うんうん。あの、あ、そこで移動が見えるから、見えないってことがないなと思ったから、インポスターだなと思ってた。その時俺多分あの、あれ、停電入れようと思いながら動いたから、正直本当に剣士がどっちでも分かってない。見えてないってならないなと思ってた、クルーだった。なるほどね。そう。いや、お見事だったな。いや、すごい失礼した。素晴らしい試合だったわ。いや、すごかったわ。いや、惜しかったな、でも。惜しかったね。惜しかったね。いや、めっちゃあった。鬼木もすごい白い血入れてたから。なんか知らんけど、そう。勝手に殴り合ってたから、俺、いけるやんと思って。
キキからの制裁入れられちゃったからね。ボタン押してる。いや、だから俺が弁当って言った瞬間にもう、サカサカ静かにしてたから、あれ？七子は切ってない場合の理論だから、一応跳ね返せはするんだけど、ちょっと厳しいな、あれはって思って。坂野さんよくわかったね。何が？僕がインポスターだって。いや、わかってないわかってない。あそこは、うん、俺、クルーでもやるんだけど、マット否定をしたいから、発言を知っておいて、竹雄兄貴が言ったとしても、あ、そうそうそう、竹雄兄貴が直してるんだよ、実はって言っても別にそんな疑われないだろうから、結局切るできない位置だから。そうね。だから、やり得かなと思って。確かにやり得かもしれない。で、お兄貴言わねえから、あれどうしたの？うん、繋がったなぁと思って。なるほどねー。